それでは第65回東京新聞杯こちらの方の予想を始めたいと思います。えー、まあこのレースですけれども一番人気がなかなか馬券に絡んでこないというあたりの不安定なレースになりますね。まあ、なのでちょっと荒れやすいイメージもあるんですけれども、まあ実際のところ2桁人気の馬っていうのは過去5年では馬券になっていないというあたりでまあ人気上位のタイプまあ。 8番人気も馬券になるあたりはあるのでまあ2桁人気以上のまあ大穴でないところでまあ上の方の人気の馬まあ今回も、えー、現在の人気でいけば結構割れているというあたりでまあ人気どころからまあ勝負していくのが狙いになるのかなというふうに思います。 まあそれね、去年はまあ思う馬場,場であったというあたりで、まあ、傾向としてはちょっと変わってしまったんですけれども、基本的には、えー、まあ前走、掲示板に乗ったタイプというのが非常にいいですね。まあ、G1 であれば6着以内で、まあ、その他 G2、G3、オープン、まあ、そこら辺であれば5着以内、まあ、そこら辺に絡んだ馬というのが、まあ、馬券になっているというあたりで、えー、そこの部分は今年も踏襲して馬券の方を、ね、考えていきたいなというふうに思います。えー、あと 先行タイプですね、えー、内枠、まあ、こちらの、えー、まあそういう条件になった馬というのが圧倒的に馬券になってます。なので、まあそういったタイプからまあ今年も馬券を狙っていきたいというところになります。まあ、他、決闘的にはニジンスキーとかダンシングブレイブみたいな、ま補、あ、修、えー、よりのちですね、凱旋門賞とか、そっち寄りのまあスタミナがあってタフで馬力があるといったタイプを狙っていきたい。 とというところになりま,すまあ上がりタイムを例年、まあ、大体33秒半ばまあ先行するまで決着するというあたりなのでまあそこら辺のタイムが出せるまあそういうのに意識したいというところとまあ東京16といえばやはりディープインパクトまあ注目かなと思うんですけれどもまあそれほど馬券になっていないのでまあそんなに気にする必要はないかなというところですね。 まあなんですけれどもやはりまあそこそこやはり上がりタイム早くなりますのでサンデー・サイネスの血が入っているかどうかという点についてはまあちょっと意識したいかなというふうに思いますえまあそんなこんなでえ私の本命5番のマイネル・メリエンダですねまあこの前走 G3 で3着とまあずっと先行するタイプということでまあ安定していけるんじゃないかなというふうに思います まあ上がりタイム自体もうん、まあ、ちょっと足りないかなという節はあるんですけれども、まあ、成長株になるかなというあたりで、えー、やはり、うん、本命にしたいですね、まあ、そんなにレースを引っ張るタイプがいないので前にいるだけでも有利になるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、スペシャルウィークとまあ団地比と、まあ、そういったところの、まあ、ゲット構成も結構この馬券に。 過去、えー、で馬券に絡むタイプと似ていますのでタイプ的には非常にいいんじゃないかなというふうに思っていますえー、まあ他対抗にするのは10番のフルーキーですねまあこっちも大体まあタイプは似てるのでまあそういったとこにはなりますねまあノーザンダンサー系のうちも結構あると、まあ、こっちの方はヌレいフ入ってきますんでまあそこら辺もタフさですね まあ問題ないじゃないかというあたりと、まあ、安定して前に行くタイプ、まあ、そういったところで、えーまあ、しつこく狙っていきたいというところですね結局は前に行ったタイプはそのまま馬券になるレースなんでやはり、まあ、安定して前に行くタイプを本当に買いたいというところになります、まあ、他、まあ、2等迷ったところで、まあ、3番か4番がどっちを、うんまあ、上位にするかなというところなんですけどまあ 外国人棋士が乗る3番のリルダバル、まあこちらの方をまあ抑えていくというとこですね。まあちょっとここ3戦はそんなに前に行ってる馬ではないんですけれども、うーんまあ内枠に入ったあたりで、まあ外国人棋士も乗って強気で攻めてほしいなというとこですね。まあ前に行けば粘り込める、まあそういう馬だと思ってますので、うーんまあ、 うん、まあ本当に騎乗スタイル一つかなというところですね。まあ、うん、まあ、ちょっと馬券には絡んでないんですけれどもしばらく。まあ前走もなんだかんだで、まあ4着までは来ていますし、うん、まあ展開一つで馬券内もあるんじゃないかなというふうに思います。まあまだ終わってはないんじゃないかなと思いますね。まあ G1 では厳しいにしろ。 これぐらいの G3 とかであれば、えー、あ今回も人気はなさそうなんで狙いたいというとこですねまああとシャイニープリンスまあこの馬も、まあ、前に行くのか控えるのかというところでまあ前に行けば、まあ、馬券内も必死だろうというところでうんまあ抑えていくとこですねうんまあゲット的にはキングヘイロー まあこういうとこにまあ非常に向いていくんじゃないかなというところですね。まあ、先ほどのまあダンシングブレイブの話と繋がっていくとこにはなります。まあ、ちょっと人気になってるのがあんまりうまみがないかなというところはあるんですけれども、まあ、やはり馬券を当てる上では抑えていきたい一になります。えー、予想の方は以上になります。ご視聴ありがとうございました。